サッカービジネス化座談会優勝。皆さんこんにちは、サッカービジネス化1年の村上翔吾です。同じくサッカービジネス化2年の片桐真っさらです。よろしくお願いします。お願いします。片桐先輩、はい、自分たち1年生と2年生で先輩後輩っていう関係じゃないですか。まあそうやな、うん、で1年生と2年生で生活がやっぱり変わってくると思うんですけど、うん、2年生で実際今何されてますか？そうだ、まあ、1年生と同じく違うとやっぱ午後の過ごし方、やっぱ午後だとやっぱインターンとか北信越の実習が主にメインになってて、まあインターンとかアルビレックス新潟のにインターンシップに行ったり、あの週末にある学校でホームゲームやってる北信越フットボールリーグの試合の準備とかをに時間を多く注いでるって感じだね。逆に1年生はどういった授業？やっぱりこの学校入学してきて、やっぱクラブスタッフになるために必要な専門的な知識とか、うん、やっぱり英語の授業であったりとかパソコンの授業とかと必要になってくることを深く学べるので、本当に入学してよかったなと思ってます。うん、1年生はその入学してきてもう 何回させての仲良くなった？そうですね、やっぱり入学前は、まあ、全国各地から集まるっていうこともあって、かなり仲良くなれるか不安だったんですけど、まあ、この学校に来る人っていうのはサッカーっていう共通のものがあるので、本当そこの点でかなり話で盛り上がったりできて、すぐ仲良くなりました。そうだね、1年生2年生で学年とか違ったりするけど、やっぱ同じサッカーっていうね、うん、共通の話題があるとすぐ僕たちも仲良くなったし、本当にね、日本それがジャパンサッカーカレッジの魅力じゃないかなって思います。それではお時間が来てしまったようです。また次回の座談会でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。